こんにちは、ゆうです。バズワーのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。昨日言うの忘れてましたね。昨日のお誕生日の方もおめでとうございます。ちょっとカミカミですけどね。はい、今日も無課金サバカシバルマルやっていきたいと思います。はい、17時にアップされたショート動画で、はい、お伝えした通り魔法石貯めてきました。ちょっとね、急遽ね、メンバーシップさんの限定配信させていただきまして、はい、そこでね、魔法石回収お付き合いくださった方々ありがとうございました。はい、全力でありがとうございました。はいでね、本当にもうちょっと今日の動画短いんですけど、2回だけね、こちら魔法石7個、鬼滅の刃コラボガチャ、もうほんまに億章ね、勝とうと思ったらもうほんまにどう頑張っても無理なんです。無理なもんは無理なんですよ、今のキャラで。僕のっていうか芝居の丸の手持ちではね、メインアカウントで取ったんですけどね。だからね、もう全集中して、はい、鬼滅の刃コラボガチャ引いていきたいと思いますんで、全集中でよろしくお願いします。はい、購入履歴無料、全集中してました今、はい、全集中して、無料配布14個耐えました。ほんまに2回だけです、もうほんまに狙いは、俺と永遠に戦い続けようの赤坂、はい、むしろ僕とな、ね、もう永遠に戦い続けたい。それかもう甘露寺さんとか、本当に、ね、誰やったっけ、あと宇髄天元様とか、ほんまね、そこら辺が欲しい。炭治郎1体持ってるんで、炭治郎があと2体3体が出るんやったらね、はい、あかんか、2回しか引けへんのに3体出るわけないか。はい、それでは行きたいと思います。ほんまにもうあれですよ、もう鬼滅の刃コラボガチャ、まあ年明けたら配られるんですけどね、今のうちに動画撮りたいやん。それでは全集中な、赤座、俺と永遠に戦い続けよう。はい、うっそー、マジでカラクって読むんですよね、この方。はい、3ターン1ターンの間ランダムルーレット1個生成、操作時間が2倍、3ターンの間強化ドロップが少し落ちやすくなる。厳しい。それではもう早速ラストですね。はい、もうほんまにちょっと短くてね、ガチャ動画ばっかりごめんなさいね。ほんまにね、億長チャレンジが勝てないんですわ。はい、それではもう2回目のね、はい、領域展開ですよ。はい、ちょ全集中やった、はい、全集中ですね。はい、はいはいはい、来ました、はい、来ました、はい、来ました、はい、全集中。どない、いや、善逸好きやけども、なんなら強化前に善逸の動画撮ったけど、まあまあ一応結果振り返りましょうか。はい、どうぞ。はい、こちらですね。あ、なんかゼウスドラゴンお気に入りしてんねんけど、またごめんなさい。動画視聴方のゼウスドラゴンお気に入りしてた。はい。ちょっと待って。カラクと、はい。前逸でしたね。厳しいなぁ。これはほんまに。あれやなぁ。どうなりしようかな、マジで。裏奥町、称号チャレンジ。奥町欲しいよね。僕ほんまに。ランダンちょっと頑張ってないんで、せめて称号だけではね、無課金とか、ちょっとね、あまり、僕はそのね、パズドラ実況者である以上、ちょっと、言い訳とかしたくないんで、もうやれるだけのことはやりたいんで、これは頑張るしかないなぁ。メインアカウントだけでもなく、メインアカウントはね、裏奥町チャレンジクリアできたんですけども、はい。サバーカも頑張ってクリアできるように、また魔法石貯めたいと思います。それでは、今回はこれでね、お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければね、皆さん、こんな編成で勝てましたよ、とかいうのをね、ちょっと教えてくださるとめちゃくちゃ嬉しいんですよ、ほんまに。あと動画の感想や、ね、ぜひ概要欄にある X や TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。本当に皆さんね、
鬼滅かお正月ガチャどちら引くかとかもね、教えてくださると嬉しいです。それでは、今回の間私ゆうでございました。それじゃあねー、バイバイ。